東京キリストの教会東京キリストの教会は東京都渋谷区に本拠を置くキリスト教教会。公式サイトには聖書を神の言葉と信じ聖書に従い神と心でつながることを目指している教会と記されている。ジョージ・ガーガナスとアイリーン・ガーガナスが1951年東京都に代々木八万キリストの教会を発足させた。その後、ガーガナスは 友人である新谷フランクを同教会の新たなる牧師とし、1989年に同教会は、代々木八幡、キリストの教会を東京キリストの教会に改名した。東京キリストの教会のルーツである国際キリストの教会は、アメリカのキリストの教会というアメリカのプロテスタント主流教派から生じた。さらに1955年には、 牧文彦によって設計された建物に建て替えられた。2004年7月以降、東京キリストの教会は、過去を振り返り、悔やるために専念し、再スタートしたとしている。神を愛し、隣人を愛し、福音を伝えるというスローガンに基づき、日本伝道に向けて活動を行っている。新旧約聖書66書のみが唯一の神の言葉であり、 イエス・キリストの十字架のあがないによってのみ、霊的な救いがもたらされる、と教える。公式サイトの私たちの信じていることは以下である。2019年時点で国内に6つの姉妹教会がある。それらは次の通りである。慶ン女学園大学教授、川島賢治は自身の研究を記した川島賢治の宗教学研究室レリジェス・スタディーズ。 において2003年以降、組織は急速にソフト化しているとコメントしている。真理の御言葉伝道協会主催の牧師、ウィリアムウッドは2012年、自身のサイトにおいて、カルト化した協会の悔い改めは極めて珍しいもので、歓迎されるべきものですが、問題がすべて解決されているとまでは言えないようですと記し、今後注目していくべき解決されていない問題として、 以下の2点を挙げている。十数年前に、東京にあった単立の正統派、キリスト教会、代々木八ンキリストの教会に対して、マッキー委員氏が日本での活動を開始した際に、礼拝以外の時間に集会を開きたいから、6ヶ月だけ教会を使わせてくださいと教会に頼み込み、それが了解された。しかし6ヶ月後に、巧妙な政治的手段によって、 マッキン氏が古いメンバーを追い出してから総会を開き、教会の土地や建物をボストンムーブメントのものにしてしまった。その法的責任。教会の立法主義、権威主義によって精神病が発生し、未だに病院に通っている人々が多い中、傷ついた信者たちのフォローアップ。しかし、その後、牧師ウィリアムウッドは、2017年に3度にわたり、主任牧師、 副牧師及び50名以上の平身徒と話し合いの場を持ち、その時の模様を2018年1月に自身のサイトに記している。その中で以下の点が確認できたとしている。また、牧師ウィリアム・ウッドは、真理の御言葉伝道協会は、今後も東京キリストの教会との関係を保ちながら助言をし、教会のさらなる成長、改善、進展を見守っていきたいと表明している。 ABCD 東京キリストの教会、公式サイトハットアラン・ W ・ゴメス、アンマス・キング・ザ・カルツ、グランド・ラピッツ、ザ・アンダー・バン・パブリッシング・ハウス、P63、ABC ・河島賢治の宗教学研究室東京キリストの教会、河島賢治の宗教学研究室公式に発表された警告文句や改めが進む、東京キリストの教会東京キリストの教会の クいアラの動きに関する経過報告。ありがとうございます。